士のゲーム屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターやっていきましょう。はい、ついにですよ、アップデート、ハロウィンアップデートが来ました。何週間も追加した後、新しいニューティの追加に戻ることにしましたということで、新しいですね、時刻カテゴリーのキャラクター、ヘッドレスハルクというねキャラクターが追加されたそうです。いやー、でもちょっと待って、ヘッドレスハルクが最後の陸上ユニットになります。もうアップデートないの？2週間後にはこれまでで最も強力なクリーチャーとなる最後の空中ユニットを追加します。絶対これドラゴンだろ。いやでもこの最後のっていうのが気になる。今年最後のなのかどういう意味なんでしょうかね。さあクリスマスのアップデートではついに新しいバイオームを追加されるんだ。それに伴って新しいクリーチャーのセットを追加します。セット？結局クリーチャー追加されるの？もう訳がわからない。楽しく幸せなハロウィンを、ということでね、ありがとうございます。さあ早速ですね、追加されたヘッドレスハルクをですね見ていきたいんですけれども、閲覧注意です。ちょっとねえぐいんで、不快に思われる方もねいらっしゃると思うんで、ちょっとねえぐいのはちょっと見たくないなっていう方はね、もう引き返してください。そっとね動画を閉じてください。というわけで見ていきますよ。はい、行くよ。さあ見ていくよ、ということでね、はい、こちらヘッドレスハルク、コスト85。まあ一回僕は見てるんだけど、ちょっとはい配置しました。こんな感じですね。もうえぐいんだよ。もう首がないことはもちろんね、もう血だらけの包丁、うわー、もうゲップとかするからね、もうとにかく気持ち悪いんだわ。でもう内臓出ちゃってっからもういやー、でなんか腕もね、ちょっとね、なんだこれ怪我してんのかな、なんかよくわかんねんだ、よくわかんねんだよこいつ。顔もね怖いよ。もうなんかもうゾンビみたいなさ、もう目赤くなっちゃってるもん。充血してるとかじゃない、元から赤いやつこれ。もう化け物こいつ本当に。いや首はね元からなかったっすよみたいなね、切断面みたいのがないからまだよかったわ。いやもう遠目に見てもえぐいもんね。いやなるべくね、あんま見たくないんだよ。僕もグロいのあんま好きじゃないからさ。でこのゲーがさ、もうなんかさ、定期的になるのが本当にねしんどいわ。ヘッドレスハルク結構大きいんだよね。はい、こちら大胆なビリー、まあ普通のね人間がねこれぐらいの大きさですよね。でスケルトンがちょっと背高くて、でヘッドレスハルクはねそのスケルトンよりもさらに大きい。そしてねでっかいおっさんことね、ヒルジャイアント、これも結構でかいけどね。ヒルジャイアントとまあ顔がついてたらだいたい同じぐらいかな。まあそれよりもねでっかいオークとかね、はい、なんとなく横幅があるねスカージなんかもね並べてみましたけれども、でかいんじゃないかな。なんかバイオハザードに出てきそうだよな。ちょっとどうせならね、このセイバーグール、こいつも気持ち悪いんだけど、アクシーあんま気持ち悪いキャラ使わないんですよねセイバーグールあんま動画に出てこないんだよねまあどうせならね、もうこういう風にね、もう俺化け物ですみたいなさ、私化け物っすみたいなさ、そんな感じならねまだねいいんだけどさ、いやこいつも化け物だよ、十分化け物なんだけど、なんていうの、ゾンビ感というか元人間だったみたいなさ感じが残ってるのがちょっとしんどいよね見てて。新しくさ、ヘッドレスハルクじゃなくて魔女とかさ、あとフランケンシュタインとかね、ドラキュラとかがね追加されるかと思ったらね、こんな感じですよ本当にさ、もう斜め上で来るよねいつもね。で次の2週間後のアップデートはね、多分ファンタジーのねここにねドラゴンが来ると思うんだけどね、僕の勝手な予想ですが、まあまあこのヘッドレスハルク、まあ戦い方を見たらねちょっと考えが変わるんじゃないかということでね見ていきましょう。やっぱこの包丁で攻撃すんのかな。ヘッドレスハルクコストが85ですね。コスト80ぐらいのやつと戦わせたいんだよね。同じやついないから。はい、チタノボアコスト80です。これ勝てんのか、チタノボアに。この巨大ヘビよりも、はい、ヘッドレスハルクの方がコスト高いからね、信じられる。ちょっと戦わせていきましょう。はい、丸かぶり。首が投げられてる。おお、しかも首がガジガジ噛んでるよ、下のボアを。うわー、しかもしつこくもうつきまとってる、ストーキングしてる。気持ち悪。しかも首の方はねなんか切断面がねちょっとリアルなんだけど、いやー、これはなくしてほしかったな。もうグサグサいってるよ、包丁でめっしゃもう切りつけまくってる、チタノボアを。はい、 HP ゲージ、あ、同じぐらい。おお、首とね本体がですねダブルで攻撃した時の攻撃力はなかなかありそうですね。あー、どっちが勝つ。おお、ヘッドレスハルクがギリギリ勝った。うわー、首拾ってる。最後は首をちゃんと拾うのか。あー、気持ち悪い。いや、お前を応援してたんだけどな、チタノボアやられてしまった。他にコスト80いないかな。あ、ステゴサウルスがコスト80。
さあ、恐竜が相手だけど、うわ、首を投げてる、投げてる。うわ、ゴルフみたいに、ゴルフみたいに首をですね、ステゴサウルス、弾き飛ばそうとしておりますね。噛まれてるよ、噛まれてるよ。いや、噛めてないけどね、なんか浮いてるけどね。いや、うまく当たんね、うまく当たんね。でもこれ、はい。首にですね、攻撃してもね、多分ね、ダメージ通ってないですね。あ、これは強いんじゃないか？こんなユニット、なかなかいないよね。あのね、ゴールハンマーのね、ハンマー扱いですね。武器扱いですね、多分ね。へー、これは強いわ。でもハンマーと違って、首を攻撃しようとしちゃってるよね。うん。それが強いわ。デコイにもなるっていうね。へー、まあまあ、いろんな意味で想像の斜め上だよ、本当にこのキャラは。怖い怖い怖い。もう歩き方もなんかゾンビっぽいしさ、もう足先行だよね。いやー、しんどい。こいつ、ステゴサウルス、お前を応援していたのに、死者もみたいな顔しやがって。コスト80、まだまだいるよ。アロサウルスですね。ステゴサウルスよりも肉食恐竜の方がですね、強いんじゃないかということでね。もう首浮いちゃってんじゃん、もはや。もはやね、首浮いちゃってんだ。てか、手がね、巨大化してるよ、なんか。はい、投げた時にね、巨大化してた。いや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 、もうめっちゃ噛みまくってたけど。おお、本体にですね、攻撃がうまく通って今度は倒せた。おお、アロサウルス、よかった。初めてね、はい、ヘッドレスハルクが負けるところ見れました。首はですね、止まりますね。まあ当たり前なんだけど、本体がやられたら首は止まります。いやー、よくやったアロサウルス。応援してたぜ、お前のこと。ありがとう、初めて応援されたよ。はい、もう一体いたよ。ロケットエリーがコスト80だ。いや、こいつはね、重火器ついてるからね、はい、ヘッドレスハルクといえどもね、はい、チューンっつってね、なかなか死んで、おお、ゾウさんとは相性が悪いかもしれない。もうね、牙でですね、はい、投げられてたね、首の部分が。おお、遠距離攻撃もあるし、近づいたらですね、はい、もう角でね、突き上げるというね。ゾウさんが勝った、やったぜ。もう応援してたよ、もう、本当に。俺、応援しろ。いや、絶対嫌だ。さあ、次はですね、コストがちょっと高め、コストが5高いスウォームバグと戦わせてみましょう。さあ、ちょっとね、ヘッドレスハルクとね、似てる部分はあるよね。うわー、首にめっちゃたかってる、気持ち悪い。お前らの組み合わせ最悪なんだが。よし、本体に攻撃がいったぞ。さあ、このようにですね、一つのユニットなんだけど複数のユニット扱いみたいな感じなのはね、はい、仲間といっちゃ仲間といったところか。はい、攻撃が分散している。スウォームバグが攻撃するときも、はい、首にですね、ちょっといっちゃうし、ヘッドレスハルクがね、スウォームバグに攻撃するときも、はい、ドイツから攻撃していいか分かんないということでね。うおー、勝った。まあ、応援したくねえけど、お前らも応援してた。はい、ちょっと試したいことがあります。はい、Y バーンを敵にして、さあ、首を投げたときに、おーおーおー、噛んでるのか掴んでるのか、どっちだ、どっちか。捨てるのか。お前まさか。捨ててくれ、そんな気持ち悪いもの。捨てたらどうなるんだろうね。落ちてったらこれどうなるんだろう。ちょっと気になるところですね。首落ちねえかな。うわ、すげえ誘導性。あー、しかもね、これワイバーンがですね、首に向かって攻撃しようとしちゃうんで、うん、これはね、泥試合確定ですね。もう本体もう蚊帳の外だもん。あー、よし、落とせ。ワイバーン落とせ、そのまま落とせ、そのまま落とせ、首を落とせ。落としたらどうなるのか。落としたら、も、戻すな。気持ち悪いから、よし、落とした。あー、浮いてるよ。落ちないこれ。物理法則ガン無視ですよ、この首。いやー、面白いもん見れたな。なるほどね、もはやもう完全に武器扱いでもね、攻撃は引きつけるというね、都合のいい存在ですね、この首は。うわ、もうマグネティックだな、動き方が。はい、泥試合ですね、これね。勝負つきませんね、本体に攻撃全然いかないから。いやー、ヘッドレスハルク、このようにね、一応遠距離攻撃もできるっちゃできるもんね。しかも攻撃をね、本体に引きつけずにね、はい、こんな感じでデコイとしてもね、役立たせるというね、首を。いやいや、なかなかね、器用というかトリッキーなキャラですよね。今までにない感じ、こういうのは。うん。はい、複数の、はい。大胆なビリーを押さえつけてる。あっという間に倒しちゃった。まあでもね、結構ね、遠距離ユニットはね、弱いんじゃないかなと思うんですわ。このようにね、重火器でノックバックしてしまう。はい、すぐやられてしまったね。
まあそりゃそうか、こんだけいたらねさすがに不利だよね。はい、コマンドボー1体だったらどうかな。はいはい、銃で撃っていく。あ、結構削ってるぞ。あー、毒ガスが本体に行ったぞ。おー、これは勝てるんじゃねえか、コマンドボー。あー、勝てなかった。あー、首が取れない。やっと取れた。開脚してる。おー、ジャンプした。たまーに面白い動き見せてくれますね。武器を飛ばして戦うゴールハンマーとちょっと戦わせてみましょう。似た者同士なんじゃないかな。お互いの武器が本体に向かって、はい、行ったけど、え、あれあれ、首攻撃されて倒された。首攻撃されてもやられちゃうのかな。なんか HP 減ってる。あ、減ってるね。減ってる。なんだ、首攻撃されたらやられるわ。なんだなんだ、ごめん間違えてました。首にね、攻撃が通りづらかっただけで、はい、ちゃんと首にダメージいったら本体にも行きますね。まあまあ、でも強い、首なかなか攻撃当たりづらいから。なるほど、首はね大きくならずに小さいままの方がね強いんじゃないか説出てきましたね。ってことはさ、ちょっと考えてたのはさ、この首にダイナマイトをつけても首が無敵ならさ、もう相手に向かってさ爆発しに行く自爆ユニットできるかなと思ったんだけど、はい、つけられないね。音はするんだけれどもつけられない。はい、手までだったらつけられるけど、はい、こんな感じでつけられませんね。ゴールハンマーはね、こうやってね一応ねつけられるんだけど、ハンマー投げた時にこれ爆弾ね一緒に飛んでいかないんですよね。まあまあ、ここら辺いろんなねキャラの特性みたいなのありますね。え、爆発に飲み込まれてたのに全然倒れてないんだけど、やっぱり攻撃当たりづれえな。さあ、ワイヤーガンを標準装備したシミタリラはどうか。さあ、ワイヤーで首を引きつける。そして切りかかるが、当たってる。よし。切れ、首を切れ。もう切れてるんだけどね、もうすでに切れてるんだけど。おお、シミタリラにも勝機があるか。おお、ハサミ打ちだ。ハサミ打ち、本体と首のハサミ打ち、どっちが勝つ。おお、シミタリラ負けてしまった。あー、まあ的が増えてるって考えたらね、モロハの剣ですね、ちょっとね。はい、こんな感じでね、オークと戦わせてみるとですね、ハンマーが本体にドーンってね飛んでいかない分ね、ダメージは受けづらいんだけれども、あ、どうだろうか、オークにこれ勝てたら相当強いぞ。はい、ハンマーを振り回しているがなかなか当たらないということでね。いやー、これはね、どっちかっていうと、はい、有利な方にね進むことが多いんじゃないかな。首もねダメージ受けるとはいえ、はいはい、オークにねこれだけ戦えるっていうのはね結構強いと思うよ。コスト85でコスト高いからね、オーク結構。はい、倒せた多分。はい、オークだいぶ削ったな。いや、強いな、ヘッドレスハルク。うわ、包丁蹴り飛ばした。オークコスト130だからね、結構健闘してんじゃん。え、ちょっと T-Rex とも戦わせてみようか。ちょっとね、強めのユニットと今度は戦わせていこうぜ。あ、 T-Rex もね、うわ、うわ、首をめっちゃ吹っ飛ばした。さすがに武々しいティラノサウルスにはもうなすすべなしですね。全然 HP 削れなかったもんな。いや、首が吹っ飛ばされたのが痛かった。さあ、ブラキオサウルスの前蹴りでサッカーみてえにさ飛ばせねえかな、首を。あー、お腹噛まれちゃってる。いやー、でも一撃だわ。まあ強いからな、ブラキオも。まあ2倍ぐらいコストの差あるもんね。でもテリジノならちょっとわかんねえんじゃねえのということでね。はい、いやー、でもテリジノはね、この爪が大きいからね、結構攻撃通りやすい特性を持ってるからね。はい、でも接近戦、インファイトを得意としてるのは同じ。いや、一番強いのはこのね、はい、本体と首でねダブルで攻撃することなんだけど、本体が来ちゃうことによって HP 減りやすくなっちゃうからね。まあこれもモロハの剣ですよね。いや、でもね、テリージのコスト110だよ。結構普通に倒せそう。あー、どっちが勝つ。あー、タッチの差で負けた。いや、でも大健闘。いや、戦い方がねトリッキーだからね、結構ねコスト格上の相手でもね勝つことができるね。あ、ロッキー珍しく勝ってる。自爆しなかったわ。首にさ、ロケットがビューンって飛んでくかと思ったんだけど、はい、ちゃんと本体に行きましたね。さあ、ベースが2体っていうのはね、ハサもちょっと似てるんじゃないかなということでね。はい、馬と人間の HP がね、別々でね、設定されてますからね。はい、ヘッドレスハルクと結構似てるんじゃないかということでね。さあ、馬がやられそうだ。はい、馬がやられたけど、兵士が生きているということでね。はい。結構似てるよね。まあ、ワンユニットだからね。まあ、HP は別々ではないんだけど、ヘッドレスハルクは。いやー、これはいいぞ。はい、ばらけた。
片方のハサーは首、片方のハサーは本体で包丁で攻撃するというね、こういう戦い方もできるのがなかなかですね。ここら辺はスウォームバグと一緒だな。はい、倒してるよハサーどんどん。コスト60分のハサーなんですけどもね、囲まれても全然戦えるということでね。しかもハサーの槍攻撃がなかなか当たらないということで、いや馬やられたよ。はい、あとは人間だ。人間の攻撃が首には当たりづらい。うわー強いぞこいつ。しかもねワンちゃんみたいにねちゃんと戻ってくるのがなんかちょっと可愛いね。いや可愛いことねえよ、気持ち悪いわ。なんかねこいつの戦い見てるのね結構面白いわ。なんかね今までにないからさ、こいつとはどうなるんだろうみたいなさ。はい、ミノタウルスかっこよく攻撃を決めてるとこ悪いんだが全然攻撃が当たってねえ。しかもお前の持ってる斧より相手が持ってる包丁の方がなんか鋭利で強そう。いやいやいや結構いい勝負してんな。コスト上の相手でもね結構戦えるのがこいつの魅力ですわ。いやマジで面白くなってきた。だんだん見てたら見慣れてきたしね、だんだん。まあグロいけど、なんか動かなくなるとすげえ安心すんだよなこいつ。いやーこれ一撃でねバキッてやられちゃうんじゃないかな。うわーやっぱりさすがプルスサウルス。いやこんなやつ捕食したくないよね。吐き出したもんなバキッつって。はい、カプリコンザデーモンもね、はい、蹴り攻撃とかね、ぶっ刺し攻撃、炎攻撃となかなかトリッキーなね、はい、攻撃をたくさん持っているんですけれども、なんかうまくパフォーマンス出せてなさそうだけど全然余裕で勝った。さすが上司だもんなこいつ。さあ格上バトルも佳境でございます。ヒドラもですね、まあヘッドレスハルクとちょっと似たところあるよね。ワンユニットなんだけどそれぞれの首に HP がある、とんでも生物ですわ。ということでとんでも生物同士の戦いということでね。いやヒドラ結構苦戦してんじゃね。なんかもうちょっとさ、カプリンコンザデーモンの方がさ結構すぐやってたけど、はい、どうだろうか。まだ首一つもやれてないが、首一つ倒せそう、首一つ倒せそうだけど、まあちょっと勝ちは遠いな。はい、結構攻撃できてたんだけどね。はい、ヘッドレスハルクやられた。いやー結構でも苦戦してたな。結構これもう一体いたらやられてたんじゃねヒドラ。いやー2体相手だとスカージどうだろうか。いやいい勝負すると思うんだよね。どうだろうか。はい、簡易攻撃食らってるけど、イライラしてるスカージ。もう的が多いわっつってうわ強え、さすがさすが。もうそうなんだよね、この吹き飛ばし攻撃めっちゃ吹き飛ばされてるもんな。いや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 、さすがスカージさんだわめっちゃ吹き飛ばしてるどっち攻撃しようかなって迷っちゃってんじゃん。いやいや、もうちょっとで倒せますね。はい、倒した。かっこよかったぞスカージ。まお前もなかなか気持ち悪いけどな。さあ今のスカージがコスト240、それよりもさらに、はい、コスト10高い巨人の五郎さんがいますからね。はい、今回はメタルバージョンでバトルをお届けしたいと思います。ということでね、どうだろうか。うわうわ叩き潰してる叩き潰してるいやヘッドレスハルク吹き飛ばしてる。さすが五郎さんだ。五郎さん強いぞ。うわむちゃくちゃやってんなもういや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 、まさかのゴリラが最強っていうゲームですからね吠えてる吠えてる。いやヘッドレスハルクでもさすがにね全然削れなかったね。いやヘッドレスハルクなかなか可能性を秘めたユニットだと思うんですけれども、いろいろねいじるとなるとねなかなか面白いユニットだと思うんですわ。例えばねもう誰しもがねやると思う。これはもうね顔がねはい、これつけたらねもうただの人間じゃんということでね。はい、うわかっこいいんだけど、なんか似合ってるんだけどちょっと首と肌のね色が違うけれども、これは倒した獲物の首なんですかっていう感じだね。すげえなんかスタイリッシュだね。いやこうやって見るとちょっとねグロテスクさもね緩和されるんじゃないかなと思うんだよね。まあ内臓出ちゃってるけどなおー普通になんか怪人みたいな感じに見えるもんね。はい、でも首見たら気持ち悪いけどな、やっぱりな。はい、勝った。首を探してる、首を、相棒相棒っつって、相棒がいねえっつってそうそうそう、これを持たねえと俺は落ち着かねえんだよっつって
こいつにね翼をつけて、はい、飛ばしたらね結構強いかと思うんですよ。どんどんわけのわからない生物になっていくな。遠目に見たらなんかちょっとかっこいいけどな、シルエットだけ見たら。ホークマンみたいで。いや、これの何が強いってね、本体はね、上空に逃げることができるんで、あんま捕まっちゃってるけど、捕まっちゃってんだけどさ、カマキリに。いや、お前は飛べていいよなって。なんでお前が飛べて俺が飛べねえんだよっていう感じだよね。カマキリからしたら。結局攻撃が当たっちゃってたんで、ちょっとジェットをつけますわ。内臓気持ち悪いからちょっと隠すわ。さあ、これはね強いんじゃないかなと思うんですわ。はい、攻撃が当たらない。首にかじられる一方だ、スピノサウルス。あー、捕まった捕まった。スピノサウルスに捕まってしまった。いや、本体はね上に逃げるのがねやっぱね強いよね。まあ捕まっちゃってるけどな。でも結構削ってるぞ、スピノサウルス相手に。うわー、やられた。いや、改造してもなかなか面白いユニットですね。さあ、今度はですね、ヘッドレスハルクをですね、大きくしたらどうなるか。はい、1.5 倍、2倍、3倍、4倍、5倍ということでね、はい、大きくすればするほど首が重くなって、だんだん体がですね、こうやってね、斜めってってるね。もう3倍とか4倍とか、もうなんかもうゾンビだよね、もうもはや。なんかフォルムが。いや、これによってね、歩けるかとかね、攻撃したらね、強いかっていうのを見ていきましょう。はい、5倍はですね、やっぱね、くねくねしちゃってるね、まともにね、歩けてない。4倍もすぐ倒れる。はい、3倍はね、結構普通に戦えてんだよね。まあ、包丁がね、空を切ってるけれどもね。いや、首でけえな、5倍の首。もはや的だよ、ただの。へえ、生き残ってんのは4倍か。おー、意外だった。4倍が一番攻撃をかわしてたということかな。まあ多分ね、1.5 倍から3倍ぐらいが強さで言うと、ちょうどいいんじゃないかなと思うんですわ。はい、1.5 倍だったらね、まあ元から大きいけどね、まあ普通に戦えてるんじゃないかな。うん。やっぱこういうステージだとヘッドレスハルク、さらにね、気持ち悪さが増すね。よっしゃ、最後にヘッドレスハルクをですね、大量に並べて、人間軍でやっていきたいと思います。私はね、FPS アバターで、ちょっとヘッドレスハルクをね、一人称視点でちょっと見てみましょう。さあ、どうか動かしていくぞ。私は拳銃で戦う。撃て。うわー、首が攻めてくる。いや、怖いぞ、これ。やっぱ怖い。いやいや、怖い。十分怖い。よし、みんな頑張ってくれ。俺は後方支援に回る。いや、怖い。お、勝った。ロッキー大活躍。いやー、強っ。いや、ロッキーがいなかったらこれマジで怖いよ。ほら、首がコロコロ転がってくるのがね、マジ不気味。いや。でもね、これ FPS アバターだったらね、首に冷静に攻撃できるからね。あ、でも結構早い。結構攻撃しづらいよ。あー、でもやっぱ飛び道具があればね、勝てるね。いや、怖いけどさ。いや、気持ち悪い。首がいっぱい転がってて。はい、というわけでですね、今日は新しく追加されたヘッドレスハルクを紹介いたしました。はい、次回はですね、このヘッドレスハルクをね、改造して、さらにね、アンデッドモンスターをですね、生み出したいと思います。というわけで、お楽しみに。今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それでは、またね。